岩手県北自動車株式会社は岩手県盛岡市、宮古市を主な営業エリアとするバス事業者。戦時統合により1943年10月13日に設立された。岩手県交通とともに岩手県を代表するバス事業者である。1978年より運行開始した106急行バス以降、高速バスを積極的に展開する。 2010年に道のりホールディングス参加入りし、2017年に南部バスの事業を継承したことで、青森県八戸市を中心とした南部地方へも営業エリアを拡大した。IGR 岩手銀河鉄道への出資企業の一社でもある。岩手県に初めてバスが走ったのは、1912年に森岡と宮古を結んだ西宮自動車で、 その前身は1906年からこの区間に乗り合い馬車を運行していた西宮馬車である。徒歩で約3日かかっていたものが馬車で12時間に、さらにバスとなったことで8時間に短縮されたという。バス輸送の黎明期において 100km に及ぶ長距離運転を行っていたことが特筆される。イタリア製の20人乗りの大型自動車を4台導入していたが、 当時の宮古街道は、かなりの悪路でとても大型自動車の運行ができるような道路ではなく、1916年には、ニットベイナゾウを乗せたバスが転覆するという事故も発生している。これらのことから、西宮自動車では車両を小型化の上、山田線開通まで運行を続けていた。その後、岩泉、宮古、カルマイ地区に、バス事業者が設立され運行を開始するが、 第二次世界大戦に入ると、ガソリン規制が行われたため、これらの中小事業者の経営を圧迫した。さらに1942年には、陸上交通統制の通帳が出されることになり、岩手県は大きく4ブロックに分けられ、太平洋沿岸の岩手県北部は、岩手県北自動車に統合されることとなった。こうして、1943年10月13日に、 岩手県北自動車が設立された。この時の本社所在地は岩泉だった。統合間もない1944年、沼区内と平立を結ぶ路線は、戦時統制強化要請勧告に基づき、省営自動車に譲渡されることとなった。その他の路線も大部分を、省営自動車に移管するように求められていたが、戦時中の移管は一部にどまっている。しかし、 第二次世界大戦が終結した後の1946年に、昭栄バスは、戦時中の約束に従って、路線の上等を県北バスに対し要求した。県北バスではやむなく廃止保証金と引き換えに、これを受け入れることとし、1947年4月に、九時近辺の7路線を、同年12月には、岩泉近辺の各路線を、昭栄バスに移管した。 このため、県北バスの路線網は、本社所在地の岩泉には走らず、伊保内、沼区内、宮古の各地区に分断されることになった。しかし1948年からは、新たな地区へ路線網を広げ、1955年までには、野田、小本、重江、平立、森岡、一戸、山田の各地に拠点を設置することとなった。県北バスの営業エリアは、 当時から過疎地と呼ばれる地区が多く、新規路線の一部はスクールバスと兼用したものが目立った。1948年のアイオン台風によって山田線が長期にわたって普通になった際には、県北バスも代行バス輸送を担当することになり、もう一に営業所を設置して代行輸送に当たった。1951年には代行輸送は終了するが、 これによって、県北バスは、苦しい経営状態から脱することができた。この代行輸送の実績から、沿線市町村により、宮古と森岡の間に急行バスをという要望が、強まり、折しも1954年に、区海峠の悪路が改修されたことから、県北バスでは1955年6月から宮古、森岡間の急行バスの運行を開始した。 所要時間は5時間程度で、森岡駅を9時に発車する東北本線の列車に間に合わせるため、都を午前4時に発車する便も設定されている。1966年には、道路改良により、森岡から早坂高原を経由して、岩泉に向かうルートに、大型バスの運行が可能となり、岩泉に本社を置いていた県北バスも乗り入れを希望したが、 国鉄バス、岩手中央バスとの折り合いがつかず、最終的には参入を断念している。ただし、流線道への乗り入れは、免許を取得できたため、宮古から流線道への路線を1969年に運行開始している。1967年には、八万台観光道路が開通し、県北バスは、森岡と八万台山頂を直通するバスを運行した。 この際に乗客を待たせず立たせず増発を出す体制を作ったが、この続行便のノウハウが後年役立つことになる。1974年には、松尾鉱山の閉山によって、松尾村が観光立村を志したことから、これに応える形で、温泉郷へのバス乗り入れを開始した。この年から一部路線でのワンマン運行を開始し、 1976年には8割程度がワンマン化されることになった。この時期、県北バスの労使関係は、経営状態が観光客の増加に伴い順調だったこともあって、概ね良好であった。1974年に、岩手県内バス事業者の公的一元化案が出た際には、県北バスは、協議会への参加を拒否している。 1978年11月1日、国道106号の全面改修が完成したのを、契機として、宮古森岡間を2時間程度で結ぶ急行バス、106、急行バスの運行を開始した。鉄道より早く、マイカーより快適というコンセプトで、乗客が多い場合は、無線で、直ちに続行便を設定して、着席を保証するという対応で、 当初6往復で運行開始したものが、1982年には14往復にまで増便されることになった。106休校の成功によって、県北バスの経営状況はさらに好調となり、106休校の利益を仮想路線の維持に充てるという内部補填が可能になったことから、1979年には国庫からの仮想路線維持の補助金を返上するなど、当時としては、 東北地方、トップクラスの有料バス事業者となった。1985年には、岩手県交通が、運賃の値上げを申請したのに対して、県北バスは値上げを見送っている。この時点での基準賃率は、日本のバス事業全体でも低い部類に入る28円40銭となっており、その後少なくとも1993年までは、運賃改定を行っていない。 1979年には本社を岩泉町から森岡市に移転した。東北新幹線開業の1982年には新幹線のフィーダー輸送を目的とする特急バスの運行がいくつか計画されたが、すでに106急行で都市間輸送に自信をつけた県北バスは積極的に計画に参画した。 1982年の東北新幹線開業と同時に、と、和田湖号、道の区号の運行を、1985年からは、ヨーデル号の運行も開始している。一方で、観光輸送についても、1981年に営業エリア内に、アンヒスキー場が営業を開始するなど、新たな動きが目立った。1987年には、 西根営業所内に温泉が湧いたのを利用して、ゲンデルランドを設立するなど、成長を続けた。1999年に森岡市がオムニバスタウンに指定されたのを受け、県バス協会ではゾーンバス方式の導入を決定した。2000年に松園地区の岩手県交通の路線で、ゾーンバスシステムの導入が開始され、年間利用者数が増加したことから、その後は、 他の地区への展開も行われ、2003年にゾーンバスシステムが導入された、栗屋川地区では、県北バスが担当することになった。事業地域の過疎化の進行や岩手、宮城内陸地震、さらに燃料費の高騰などもあり、2009年5月14日に民事再生手続きを申請し倒産した。ハンズオン型コンサルティング会社の経営競争基盤が、 支援を行うことを発表した。当時の再建計画では、一般路線バスは運行を継続するものの、高速バスは不採算の路線で減便する、可能性もあると示唆した。2010年3月1日に、会社分割を実施。旧、岩手県北自動車のバス事業、旅客船事業、旅行事業、サービスエリア事業と、全従業員を新会社に承継。 旧会社が、道のりホールディングスに、全株式を譲渡の上、さらに新株式を発行し、道のりホールディングスの100%出資を受けた、新会社が発足。同年4月1日には、道のりホールディングス社長の松本淳が、社長に就任、新経営体制での再建を目指すこととなった。2018年4月24日、道のりホールディングスは、 同じ岩手県に本社を置く東日本交通を参加にし、岩手県北バスと東日本交通との連携も図るとした。2016年11月28日に民事再生法の適用を申請した南部バスとの間で南部バスのバス事業及び同社の子会社である南部バス観光について、翌2017年2月から3月を目途に、 譲り受けする方向で協議が行われ、同年12月28日に、南部バスとの間で、同社から、バス事業などの、全事業を譲り受けする契約を締結した。当初は2017年2月15日付での、事業譲り受けを予定していたが、事業譲り受け期日が、同年3月1日に延期された。南部バスが行ってきた事業は、同年3月1日付で受け皿となる、 岩手県北自動車南部支社を開設して継承した。これにより、南部バスの八戸営業所、三戸営業所、五戸営業所の三営業所は、県北バスの営業所となり、南部バスの従業員は、県北バスに再雇用された。また南部バス観光も、県北バスの子会社となった。県北バスグループの路線バスの営業エリアは、従来の岩手県北部の他に、 青森県南部地方にも拡大することになったが、青森県38地方を営業エリアとする南部バスのブランドは維持されることとなった。なお、岩手県内で発行された乗車券、定期券、バスカードは南部支社管内の路線では使用できず、また、青森県内で発行された南部バスの回数券等は岩手県エリアの路線では使用できない。 森岡営業所森岡南営業所、八幡平営業所沼区内支所安日出張所、森岡駅前案内所岩手山サービスエリア事業部、宮古営業所思え社庫思え社庫思えは、思えと読む。岩泉小本市所山田市所宮古駅前案内所一個、営業所、九時営業所一個営業所伊保内支所、九時営業所仙台宮城営業所東京、営業所南部支社南部支社、 八戸営業所三個営業所五個営業所通称、五戸駅。青森営業所ラピアトラベルカウンター平立営業所カルマイ営業所東八幡台営業所、盛岡駅106急行駐車場盛岡西口、駐車場盛岡バスセンター事務所仙台営業所、高速バス、ビーム1号高速バス、道の区号括弧内は共同運行会社。 カルマイ高速線を除く全路線で Wi-Fi が利用可能。ただし共通運行の路線は県北バス担当便のみのサービスとなる。高速バス、八星号高速バス、九時五白号高速バス、岩手絆号仙台空港、松島、平泉、花巻線仙台、気仙沼、宮古線急南部バスが東京都青森県内を結んで運行していた路線、及び 東京と森岡、宮古を結んで運行していた、ビーム1を解明した路線である。福島交通と共同運行していた。仙台から夏、油高原スキー場線丸型バス停、ポール宮古市、西町一丁目バス停各形バス停、ポール広野町、大野キャンパスバス停森岡バスセンター始発の、一般路線バスは、バスセンターにおいてはすべて仮設一番乗り場から、 発車する。106急行バスの森岡駅方面や川目方面からのバスは乗り場に発着し、106急行バスの宮古方面や川目方面へ向かうバスは乗り場に発着する。岩手県北バス、森岡地区の路線では、岩手県交通が運行している、森岡都心循環バス、電源無視に合わせて、森岡駅、森岡バスセンター間並びに、 高ー直通線の森岡バスセンター、偉大内丸メディカルセンター間の運賃を100円均一で運行している。100円均一区間は106急行バスを含む。ただし、森岡市内にて、乗降制限のある106スーパー特急は対象外であった。森岡地区の路線バスは2012年10月15日から、全車両に LED 行き先表示器と経路番号が、 表示されるようになった。八幡台方面八幡台長上 A00 番台、田頭町 a 点四4 0番台平立駅前 A50 から60番台、森岡大武駅前 A70 番台八幡台、市内 A80 番台沼区内方面沼区内、営業所が、支所に、格下げになった後も、行き先表示、停留所名は、沼区内営業所のままである。 森岡沼区内 B10 番台、森岡産業文化センター B20 番台中山、吉家宅 B30 番台、森岡高馬 B40 番台、大渡り循環 B50 番台地下台 B60 番台、沼区内町内 B80 番台、森岡大学、滝沢方面、森岡森岡大学 C00 から20番台、滝沢地区 C60 番台栗屋川駅方面、森岡青山駅前、 クリア川駅 D00 番台、クリア川地区 D10 番台、クリア川駅、森岡市街イオン、森岡南方面。クリア川駅森岡駅西口イオン、森岡南 E00 番台、クリア川駅森岡駅西口、I イ内 E10 番台、クリア川駅、森岡バスセンター E20 番台、森岡駅前、森岡南営業所、e、E40 番台安、日。 東北自動車道方面に安日森岡 F00、番台安日浜巻空港 F10 番台8万台、自然散策バス F40 番台宮古地区の路線バスは2014年4月6日から全車両に LED 行き先表示器と系統番号が表示されるようになった。岩泉、小本、太郎方面岩泉町内の現行路線については岩泉町民バス小本線を参照。 宮古病院 A00 番台9カ村、崎山 A10 番台カ市内、太郎 A20 番台、小本 A30 番台津軽石、重江、船越方面八木沢 B00 番台、B06、宮古駅前宮古単大前から、八木沢団地位外小学校前から、三田一丁目合同庁舎前から、宮古駅前津軽石 B10 番台にだけ B20 番台。 思え B30 番台船越 B40 番台浄土ヶ浜方面奥浄土ヶ浜 C00 番台宮古病院 C10 番台宮園山口団地方面宮園団地 D00 番台落合 D10 番台西が丘花輪方面西が丘井0 0番台花輪、長沢6組 E10 番台もいち E20 番台岩泉 E30 番台技術専門学校 E40 番台 山田町内タゴの木 F00 番台9タブの木層 F10 番台神社 F20 番台大浦漁協 F30 番台青少年の家、e、F40 番台1個駅前にて9個地区丸印の路線は土日宿尾運休9個村内循環バスカルマイ地区1個地区九時市民バスを受託運行している以下は九時営業所が担当している路線のみ掲載 一個町デマンド交通、一ノ江イクベ号、専用車トヨタハイエース一個町のデマンド交通、一ノ江イクベ号の運行を、地元タクシー会社と共に担当している。実際の運行主体は有限責任事業組合一個町デマンド交通であり、岩手県北自動車は、その構成員として運行に携わる。車両は専用のワンボックスカーが使用されており、 一ノエイクベゴーで運用される五代目ハイエースには、五所の遺跡のラッピングが施されている。川徳スーパーシャトル二代目専用車両、パルクアベニュー川徳付近に手のちアーバン号へ、天陽森岡市街中心部の百貨店、パルクアベニュー川徳と系列の別館、アネックス川徳とを結ぶ、川徳ともの会会員、川徳カード会員専用の無料送迎バス。 川徳スーパーシャトルの運行を森岡営業所が受託しており専用塗装の車両を1台使用していた1991年運行開始初代車両は日のセレガグジョブを使用し2006年にワンセグチューナー内蔵車載テレビを搭載した2代目車両の日のセレガ SHD に更新され2014年に3代目車両の日の セレガハイブリッドに更新された。初代専用車は、エキスパート層に変更され貸し切り車に転用。二代目専用車は専用塗装を一部変更した上で、森岡仙台の高速バス専用車として運用されている。しかし、2020年3月に、新型コロナウイルス感染対策の一環で運休を余儀なくされ、同年6月30日をもって、 川徳スーパーシャトルは廃止された。なお、これ以外の観光、スーパーハイデッカー車に搭載されている、車載テレビモニターもすべてパナソニック製である。J リーグ関連では、J3 リーグの岩手、グルージャ森岡のスポンサーであり、2014年6月から、森岡地区の各路線で、グルージャ森岡ラッピングバスの運行を開始した。試合開催日には、 森岡駅西口森岡南公園球技場に優先充当される。また2015年に開設された仙台宮城営業所では仙台セントラルバスより J1 リーグのベガルタ仙台選手専用車の運行を引き継ぎベガルタ仙台の選手輸送を行っている。1955年県北バスの営業エリアの大半が 陸中海岸国立公園として指定されたのを契機に、県北バスは観光輸送へ注力することになる。県北バスによる、宮古城戸ヶ浜遊覧船の事業は1962年に始まった。宮古太郎大東の腰府大航路、山田、船越航路といった陸中海岸での船舶事業を展開した。1969年には、 海猫の絵付けに成功、名物ともなる海猫パンがこの時に登場している。しかし、利用客の減少により、次第に航路の範囲は狭くなり、厳選が行われた。2011年の東日本大震災では、第15陸中丸とカモメが被災して廃線となり、同年7月から第16陸中丸のみで運行を再開させた。 2021年1月11日に運行を終了した。ボンネットバス、8万対号、イスズ TSD40 回かつては、日野製と UD トラックス製が主体で、車両の導入は、自社発注車両のみであったが、道のりホールディングスの参加に入ってから、平均車例を赤返らせる方が経営上メリットが、大きいとの観点から、新車導入だけではなく、 一席車の導入も開始された。これに伴い、1950年代にボンネットバスを導入して、以来導入実績のなかった三菱不走製の車両導入が再開しており、ビーム1専用車として新型三菱不走エアロクイーンが導入された。中古車では、東急バスから三菱不走 エアロスターノンステップバス、同じく、道のりホールディングスの参加に入った、福島交通から、三菱不走エアロバス、京王電鉄バスから、日産ディーゼルスペースランナー JP の中古車が、移籍している。そのため現在は、岩手県交通と同様に、国内4メーカーの車両を使用している。路線バス車両は1980年頃から、 エアサス装備の前扉車に統一されてきたが、1993年頃から、全中比の車両も導入されている。2011年には、ノンステップバスとしては、初の新車として、日のレインボー2が導入された。また、2011年には、大阪市交通局から東日本大震災の支援活動として、路線バス車両が無症状とされている。 この車両は、上渡前に、釜石市への支援輸送を行った後、大阪市現地災害対策本部として現地に留め置かれていたもので、重い車庫に配属され、2015年には、価格混載バスに改造されて使用されている。路線バスにおける、ベビーカー乗車は、ベビーカーマークが重複された車両や106急行バスで利用できる。高速車は、一時期は、 赤色三本体の上に水色の帯が追加されていたが、現在は一般路線バスと同様の赤色三本体に戻されている。2018年には三菱ふそうエアロエースの一台が標準色から道のりエクスプレスデザインへ塗装変更された。デザインは越後と決め駅、鉄道越後と決め駅、リゾート雪月下などを手掛けた川西康行が手掛け。 シャンパンゴールドを基調とし、道のりオレンジでエントランスを包み込んだものとなっている。道のりエクスプレスデザイン社は後に、茨城交通や日立電鉄交通サービスでも導入されている。道のりエクスプレスデザイン社の社名表示は、本社所属車両、南部支社所属車両共通で、岩手県北バス農山岩手トランスポーテーションの表記であるが、スカニアストロメガのみ 車掌と岩手県北バスの組み合わせ表記となっている。日のグランビュー P ーライ 638A エリア内に観光地が多いため、貸切車の台数は比較的多く、1993年時点では北東北随一の規模と雑誌で紹介されていた。2008年頃までは2階建てバスの日のグランビューも在籍していた。また、 2010年に観光バス部門を廃業した都自動車からイスズガーラ、日産ディーゼルスペースアローが中古車として移籍している。仙台宮城営業所の貸切車のカラーリングは岩手県内の営業所所属の貸切車のカラーリングとは若干異なり、側面のエキスパーロゴから道のりホールディングスのロゴに変更しているほか、社名表示も岩手カンポコバス。 岩手県北観光から道のりグループへ変更されている。また、陶器積雪時の八幡台地区の運行に備え、四輪駆動の1968年式ボンネットバス、八幡台号が一台在籍しているのも特徴である。同車両は、陶器以外は森岡市内の定期観光バスや他地区でのイベント用に使用されることもある。 2014年11月17日からは、ご当地ナンバーの盛岡ナンバー導入に伴い、盛岡営業所、盛岡南営業所、八万体営業所への新車、他事業者からの譲り受け車、他営業所からの転入者は、盛岡ナンバーで導入されている。なお、沼区内市所が所在する岩手郡岩手町は、岩手ナンバーエリアであるが、同市所に常駐する車両も所属は、 八幡平営業所であるため森岡ナンバーとなる。岩手ナンバーエリアとなる、沿岸地区、県北地区の各営業所では、新車及びた事業者からの譲り受け車は従来通り、岩手ナンバーでの導入となり、森岡営業所、森岡南営業所、八幡平営業所からの森岡ナンバー転入者も、岩手ナンバーで再登録される。仙台宮城営業所所属車両は当初、 営業所が、多賀城市に所在したため宮城ナンバーであったが、仙台市に移転したことにより、仙台ナンバーに再登録されている。岩手県北バスでは、車番を付与しておらず、登録番号で車両を管理しているため、ナンバーエリアをまたいで転属した車両は、元のナンバーと同じ数字になる、要希望ナンバー制度により再登録している。 森岡地区より一時的に南部支社へ貸し出された車両は貸し出し時に八戸ナンバーで再登録され返却された際には貸し出し前に使用していた番号を希望ナンバーで再登録している。ありがとうございます。